ジャパンフットボーールリーグ第27節 FC 大阪との生駒山ダービー5000人の来場者を目指し取り組んだプロジェクト5000皆様のご協力もあり大成功奈良クラブサポーターで埋まったスタンド5102人の来場者を前に負けられないダービーマッチお笑い芸人笑い飯も応援に駆けつけ戦いの準備万端で試合に挑みます奈良クラブのフォーメーメションは 生駒のルパン三世26番島田匠が生駒山ダービーでゴールを狙います対する FC 大阪は4五5 1シーズン前半のアウェーでの戦いは33番山田のゴールで1対0の勝利元奈良クラブ18番横野純喜はベンチスタートとなりました生駒山を挟んで健在する両チーム互いのプライドをかけた熱い戦いが始まります 開始早々奈良クラブにチャンスが訪れます3分10番向井が右サイドでボールを受けるとクロスから7番菅の枠を捉えられませんすると FC 大阪の猛攻が奈良クラブゴールに襲いかかります8分左サイドから中央ペナルティエリア内へ右サイドに落としたボールクロスからシュートを放たれますが枠の右に外れます 続く15分センターライン付近からのフリーキック大きく上がったボールをヘディングそのシュートはクロスバーに助けられます前半終了間際には左サイドでボールを持たれるとクロスを上げられ落としたボールに合わせられますが31番藤吉が正面でがっちりキャッチ防戦一本のまま前半が終了後半に期待を乗せて戦います 後半に入り、何としてでも得点を挙げたい奈良クラブでしたが、54分、FC 大阪、右サイドからのスローイン、大きく逆サイドに展開すると、ヘディングで競り方で中央へ、パスを受けた14番、マ股にゴールネットを揺らされてしまい、痛恨の失点、1点を追う苦しい展開となってしまいいままますこのままでは終われない奈良クラブ攻撃によりををかけゴールを狙います。 右サイド41番キムがボールを奪うと中に切り込んで島田さらに10番向かいのボールから島田が抜け出すと9番優マが走り込んでボレーゴールにはつながりませんが島田が起点となり FC 大阪ゴールへ襲いかかります85分にはクロスボールこぼれ球に藤井 19番藤がボレーシュートでゴールを狙うもゴールキーパーのファインセーブにゴールを阻まれます待ちわびた瞬間は試合終了間際88分に訪れました右サイドで得たコーナーキック向かいのクロス山本のヘディングから島田が決めた生駒山ダービー5000人の来場者を沸かせたのは生駒のルヴン三世、生駒市出身26番島田拓匠 27番山本のヘディングから島田が相手を背負いながら右足でそらしてゴールネットに突き刺しましたさらにもう1点を追加し勝利を奪いたいならクラブ左サイドでフリーキックを獲得し最後にチャンスを作り出しますしかし相手ディフェンダーに阻まれてしまい ここで試合終了勝利とはならなかったものの5000人を超える来場者の前で得点を挙げたあのどよめきは胸に残る一瞬となりましたはいお疲れ様でしたあのまず、えー、今日プロジェクト5000という、えー、ホームゲームにはなったんですけれども5000人、えー、以上の、えー、皆さんが来ていただいたという話を、えー、先ほど聞きました。本当に あ,のありがとうございますたくさんの方々に支えられてあの僕らがこうやってサッカーができるのかなというようなところの、えー、初めに感謝を申し上げたいと思います、えー、試合の前のミーティングで選手たちに話したことはあの今日もたくさんの、えー、サポーターの方が来てくださるとあの結果も大事だけれどもあのまず来ていただいた皆さんがあの楽しんでいただけるような元気になって いただ、けるようなプレーを今日はしししよううという話をしました、えー、球際のところそれから1対1のところそういうところでもう絶対に負けない気持ちをやっぱり出していくというところそれから空中戦のヘディングの競り合い、えー、そういうところで絶対負けないぞということゴール前で最後の一歩最後の1センチまで粘り強く守備をしていく最後の本当にアディショナルタイムまで諦めない姿勢を今日は見せていこうじゃないかというような話をしました。えー、先制されててしまって、えー 勝ちきれないゲームではありましたけれども、選手たちはそういうところは最後までやってくれたのかなと、そういう意味でいうとあの、本当にこうダービーマッチらしいゲームになったかなとは感じていますあの。結果のところ、それから順位のところ、なかなか我々まだまだこう至らないところはたくさんあるんですけれども、あの今後とも引き続きあの、皆さんがサポートしていただけたら、えー、本当に嬉しく思いますので、またよろしくお願いします。以上です。 次節からアウェー2連戦11月17日日曜日はベルスパ大分との対戦11月24日日曜日は鈴鹿アルニミテッドと対戦します次回ホームゲームは12月1日日曜日午後1時より奈良電フィールドにて FC 丸安岡崎と対戦 JFL2019 シーズン最終節となるこの試合は DMG 森世機マッチでスティックバルーンをプレゼント 音とリズムで選手と共に戦おう。勝利の歓喜を分かち合い、2019シーズンを締めくくりましょう。奈良クラブ一味集結、今年最後の試合、勝利を信じてスタジアムへ行こう